ザ・ゴー、チームは、イギリスのヒップホップ、ロックバンド。1999年頃、バンドでのドラム経験があり、番組制作の仕事をしていたイアン・パートンが、ブライトンの自宅で、個人的な楽曲制作を開始。翌2000年、イギリスのインディーズレーベルピケルドエッグより、ゴー、チーム名義で EP、Get It Together をリリース。その後、2001年から2002年頃までに、 デビューアルバムの全体像を、イアン一人で練り上げ、デモテープを各所に送り、メンフィスインダストリーズと契約。2003年、デビュー EP、ジュニアキックスタートリリース。2004年、フランツ・フェルディナンドのスウェーデンツアーのサポートとして、出演依頼を受ける。一人で、ラップトップスタイルでのライブを観光することも、考えるも、バンド編成の方が良いと決断し、メンバーを募り始める。 オーディションや知人の紹介などで約3週間でバンドメンバーを集めることとなり、サム、ジェイミー、深見、シルキー、忍者が正式メンバーに決定。忍者の採用に関しては、ヒップホップマニアで優れたボーカリストであれば国籍は関係ないとし、慎重に選び抜いた結果だという。ここから男3名、女3名の6人編成となる。二千四年七月、 シングル、ザ・パワー・イズ・オンをリリース。サウス・バイ・サウス・ウエストに出演するなど、ロックフェスティバル等への出演が増え始める。同年9月、デビューアルバム、サンダー・ライトニング・ストライクを発表。多くの音楽ジャンルの特徴を取り入れた斬新な音楽性は、ANME、ベイ・ローリング・ストーン、ビルボードなどの多くの音楽メディアから高い評価を受ける。2005年、 富士ロックフェスティバルホワイトステージにて初の日本公演。以降、多くのライブ、ロックフェスティバルへの出演、ソニックユースのツアーサポートなどを行いつつ、レコーディングを行う。2007年、グラストンベリーフェスティバル出演。同年9月にセカンドアルバム、プルーフオブユースを発表。ポルトガル、オーストラリアタでライブ活動を行う。同年12月、 2度目の日本ツアー。コーネリアス、ハフリーラのリミックスも収録された、来日記念版、ザ・ラース・オブ・マーシーを発売。2008年夏、2度目のフジロックフェスティバル出演。レッド・マーキーを満員に埋め尽くした。2011年、ディア・夫婦の里宮、や、ベスト・コースとノベ・サニーをゲストに迎えた4年ぶりとなる、スタジオアルバム、ローリング・ブラック・アウツをリリース。 同年、イアン・パートンが、日本のガールズユニット、桃色クローバー・アッゼットの、労働参加を作曲。2015年3月、4枚目のアルバム、ザ・シーン・ビトウィーンを発売。このアルバムでは、ザ・ゴー、チームの原点に戻って、イアン一人で制作している。同年の日本ツアーには、日本人メンバーは参加しない。ザ・ゴーチームは、災害原因などを調査する人たちのことを意味し、 号の後に、おつけ、イアンが命名。ありがとうございます。